ちは、マジセミの寺田です。今日はですね、エンジニアじゃなくても分かる IT トレンド解説をやっていきますけども、今日のテーマはですね、 AWS の運用って結構大変だよねっていう話をしていきたいと思います。AWS もちろんご存知だと思いますけども、クラウドのプラットフォームですね、一番使われている、非常に人気のプラットフォームですけど、これ開発者にとってはすごい便利ですよね。サーバー欲しいですって言ったらパッとですね、サーバーがの環境がですね、提供されるということで、もうすぐにも開発できるっていう、でいろんな機能もですね、あらかじめこう提供されたりして、非常に便利なわけなんですが、結構ですね、運用っていう観点から見ると大変なところもあるよねというような話ですよね。で例えばですね、例えばログです。で、AWS のログってですね、当然なんですけど、いろんなところからいろんなログが出るわけですよね。こうリソースの変更の履歴とかですね、インスタンスの操作の履歴とかですね、サービスの操作の履歴とかですね、いろんなログがこう出るわけですよ。で管理者としては、そういうログをこう収集してですね、場合によってはいろいろ紐付けたりしながら統合的に管理をしたりだとか、モニタリングをですね、監査とかですね、していかないといけないじゃないですか。なので、結構大変だねと。将来的にですね、この辺もこう楽になるような機能を Amazon さんが、AWS さんがですね、こう提供してくれる可能性はもちろんあるんですけど、現時点ではなかなか結構大変ですよねということですね。あとはアクセス制御も、当然ながら重要ですよね。いろんな人が AWS の、管理の仕組みにですね、ログインしていろんな操作をやるわけなんですが、もちろんこの機能はですね、使っちゃダメとか使わせないとか、いろいろアクセス制御をしていく必要があるじゃないですか。で、その仕組みっていうのは AWS で用意されているんですが、この IAM というものですね、なんですけど、これをですね、ちゃんと使うのも結構大変だねというような形で、もしかしたらですね、こう怠けるとみんな誰でも使えるようなですね、環境になってたりとかすると、結構セキュリティ的に危ないですよね。で、そういったものがですね、ありますので、もちろん将来的には改善されるところもあると思うんですけど、今時点では結構大変だねっていうお話です。で、この答えは今日ないんですけど、答えはですね、この後セミナーの紹介もさせていただきますので、そのセミナーに、じゃあどうすればいいのっていうのはセミナーでですね、解説しますので、そちらもチェックしていただければと思います。こういった形でですね、IT のトレンド解説をしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。